八木の一場面舞台は、前半が上野国、後半が鎌倉とある。八木の一場面上の筋書きに、下助佐野と見える。雪道を行く最明寺時より入道こと、北条時より八木を倒るのを時よりが見ている場面。月岡義俊作。八木は、脳の一曲。弥、網、世弥作とも言われるが不詳。造況や太平記に記された。 北条時りが執権を知りいた晩年日諸国を、遊行した伝説から派生した筋書きだが、原点にはこの話の記述はない。早くから、人形浄瑠璃や義太夫に本案され、元禄時代には、近松門左衛門が、題材にして、西明寺伝百人浄牢を書き、享保記には、北条時折記が大当たりを取っている。歌舞伎では、 中村座の女八木三林、江戸志村座の八木大館等々の演目に取り入れられて人気を呼んだ。また大正期から昭和初期にかけて使用された尋常小学国語特本巻十2も八の木が掲載され、誰でも知る有名な話になった。栃木県の小学校では現代でも道徳教育の題材として用いられており、相手の立場に立った考え方や、 親切心、思いやりの心を育むことを狙いとしている。また、吉川英治の通俗歴史小説、三国志では、劉備が劉布に敗れて民家にかくまってもらう場面で、家主であった劉安から、イのシシの肉と言われ、劉安の妻を殺して、劉備に食べさせた。これを、吉川英治は、 日本人にとって許容しがたい場面であるとし、この場地期のエピソードを用いて解釈している。ある大雪の古い夕暮れ、佐野の里の外れにあるあばら屋に、旅の僧が現れて、人よの宿を求める。住人の武士は、貧しさゆえ接待も致されぬと一旦断るが、雪道に悩む僧を見かねて招き入れ、なけなしの泡飯を出し、自分は、佐野現在門上とこよと言い、 以前は三十余教の所領を持つ身分であったが、一族の横領で全て奪われ、このように落ちぶれたと身の上を語る。話のうちに、いろりの焚き火がつきて、火が消えかかったが、継ぎ足す焚きりもろくにないのであった。ところは松、梅、桜の見事な三八の盆栽を出してきて、栄えた昔に集めた、自慢の品だが、今となっては無用のもの。 これを焚き気にして、せめて物を持ってなしにいたしましょうと追って、火にくべた。そして今はすべてを失った身の上だが、あのように鎧となぎなたと、馬だけは残してあり、一旦鎌倉より召集があれば、馬に鞭打っていち早く鎌倉に駆けつけ、命がけで戦うと決意を語る。年が明けて、春になり、突然鎌倉から、緊急召集の触れが出た。 常世も古鎧に身を固め、サビなぎなたを背負い、痩せ馬に乗って駆けつけるが、鎌倉に着くと、常世は、北条時よりの午前に呼び出された。諸将の居並ぶ中、破れ鎧でひれ伏した常世に時よりは、あの雪の夜の旅草は、実はこの自分である。言葉に偽りなく、馳せさんじいてきたことを嬉しく思うと語りかけ、失った領地を返した上、 あの晩の八の木にちなむ三箇所の領地を新たに恩賞として与える。常世は感謝して引き下がり、晴れ晴れと佐野草へと帰っていった。ありがとうございます。